医療関係者から山崎さんです。皆さんこんばんは。私はですね、この北区とあと足立区と荒川区に、医療と、福祉を展開しています、東京都医療選挙で働いている、医療労働者の、労働組合、のものです。今日は、3名の仲間と一緒に、参加をしています。今日はここで、私たち労働組合から、戦争法案のですね、廃止を、ぜひ、訴えたくて、参加をしています。私たち医療従事者の役割というのは、医療機関に来る、患者さんに健康を取り戻して帰ってもらうことです。戦争というのはその私たちの役割と真っ向反対するものです。ですので、この法案に私たちは反対をしています。またさらに言うと、この、軍事費ですね、戦争法案、戦争する国づくりのための、軍事費のために拡大するために、社会保障、私たちで働いている医療や福祉の、元となる社会保障が、大幅に削減されているというこの現実があります。このことからも、私たちは合わせて、戦争法案の廃止を求めています。我々の今医療機関の現実は、過酷なものがあります。患者さんたちは、この間の医療費の、解約によって、受診を控えたり、その結果、重篤なことになって、から医療機関に来るということが増えています。こういったことを避けるために、私たちの北斗でも、今年の4月から無料定額診療事業というものを始めて、経済的に困難な人たちがかかりやすいような状況を作るということを始めています。まだ半年とちょっとですけれども、もう10人を超える方たちから相談があり、そのうち半数以上がこの事業を利用して、います。この事業がなければ、もしかしたら今頃、受診せずに、重篤なことになっていたかもしれません。またそこで働く医療機関で働く、職員の状況も厳しいものがあります。働き続けたくても働き続けられない、そういった看護師なども増えてきています。また介護もやっているんですけれども、介護の状況はさらに厳しいものがあります。本当にこの先、介護の事業所を続けていけるのか、そういった状況が、あります。こういったことをですね、改善していくためにも、この戦争法案を廃止して、きちんと、必要とされている社会保障に、皆さんの税金が回るように、この法案の廃止を今後も求めて、今日のようなアピールや署名、を取る、地道な活動を続けて、次の選挙も含めて、頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。